さあ今日の、第一のテーマですね、今日はですねこれは、気になるニュースということなんですけれども、僕は今そんなんで、本当に毎日毎日飛び回ってた人間が、いろんな理由で、家の中に閉じこもりながらですね、唯一の外出というか外側向けには、自分でやってますですね、 JOBBB というですね、放送を、自分の家にスタジオを作ってやってるんですけども、それ放送とこの FM 誠司さんの放送に出させてもらうことで世間とつながっているというような、生活をしてるわけなんですよね。それで、世の中どないなってるのかなっていうんで、雑誌を撮ってみたりで、テレビを見てみたり新聞さんを見てみたりしながらですね、探りながら、ちょっと気になるなというようなニュースを、1週間の間に大体感じたニュースをですね、この時間に皆さんと一緒に共有しているわけですけれども、テレビも、たくさんありましてですね、これ全部は見てたらもうテレビつけになってしまいますので、割とこの間嫌味はないんですけど、それなりのお金を取られてます公共放送さんの放送をですね、なんかかぶりしになったような気持ちでじっくりと確認しながら、その中からちょっと面白そうなことを話題として取り上げたりしてるんですけども、面白い番組がありましてね、これね、5月の5日の木曜日の朝の4時40分からですね、10分間という番組。バンバさん起きてましょうか。いやー、これもう機械に任しました。さすがです。ビデオっていうんですか、録画してですね、これで任しまして、なんでこんな4時40分の放送を聞いたかと言いますとねそこの中でこれ、NHK さんってやっぱり新聞社と一緒で、社説とか論説みたいなものがあるんですよね、そんなんで視点論点というね、ちょっとなんかとっつきにくいけども大変面白い時間が、この場合は確か5分10分間でしたかね、いろんな今話題になっていることとかそんなのをニュース解説的に、放送してくれる時間があったんです。でそれで何があったかと言いますと、なぜそれを取り上げたかと言いますと、先ほど言いました5月5日の木曜日の朝4時にありましたですね、タイトルが小林一茶の生き方という番組やったんですよ。でその小林一茶というふうに番組をずっと調べてまして、おっとまで惹かれましてね、これ僕昔から大好きな人で、これ中にはねお茶の人や思われる人もいると思うんです。若い人もね、実は思ってますね、無理ないと思いますこれはね、責めるつもりはないんですけど、僕らの世代にとってはこの方は江戸時代の、俳句の人なんですよね。で俳句の人で、この方の生き方が今のそのコロナ禍になんかね役に立つんちゃうかと、今いじけてる人も多いし、ムジムジしてる人も多いし、くしゃくしゃしてる人も多い中で、いっぺんこの人の俳句を読んでみたらですね、なんか生き方みたいなのが開けてくるんちゃうかということを、この人の、ファンというか、あとついてあります現代の俳人の方が解説してる番組やったんです。でこれが面白くてですね、で何よりもそんなこと言うてるよりも、この小林一茶さんの実際作らはった俳句っていうのはね、若い方はちょっとご存じないかも分かりませんけども、わしらぐらいから、下の人っていうか分かってる人もあると思うんですけども、どんな俳句があるかって言うた方がいいかも分かりませんね。江戸時代の、末期の俳人の方です。例えばこれが僕は一番有名な俳句やと思うんですけども、野生ガエル、カエルがいきなり出てくるんですよ。野生ガエル、負けるな一茶これにあり。これがね、僕はもう本当にね、自分の幼児体験も含めてね、この一茶さんという人が非常に不幸な人で、いわばご両親に早く両親とお母さんに先立たれてですね、で5歳差がギャーって、その5歳差が非常にこの人に冷たく当たるので、典型的な不幸な人生でね、あとも江戸へ若い時から口べらして出てかかるんですけど、なかなか成功もできずにうじうじしながらという人生を送らはった人なんですけども、その人が、痩せ返る負けるの一茶これにありということで、それだけ自分自身も思うように人生が歩めなかった、貧しかったということもあって、割とねカエルとかスズメとかですね、トンボとかそういうような生物にねすごく興味を持ってあって、それをどんどん歌い込んだ人なんですよね。今のだと、その痩せたカエルに自分を映してるんですか。そうですよね。でどんな内容やと言いますとね、
カエルはですね、まあ、今ほどかも分かりません、今ほどでしょうね、あのいわゆる、まあ、冬眠から覚めましてね、であの子孫を増やさなかったんですか、でそのためには、まあ、オスとメスが交わらなきゃいけませんとかね、でそんなんでカエルの、まあ、そういう集団見合いというか集団結婚式みたいなのが田んぼの橋であるんですよ、僕もそれを見てたんですけどね、そうしましたら、まあ、可愛い女の子がおって、それにまあ太ったのんとか痩せたのんとか役立てたようなやつとか優しいやつとかいっぱい男が集まってきましてね、その上に乗ってこうするんです、でそれでその上に乗ってたら、まあ、たまたまこの痩せガエルがうまいことちょっとうまくいきそうになったら、まあ、太ったカエルがあってドーンと突き落ちましてですね、そういうカエルを落としてしまうと、それでも痩せガエルは一生懸命やっぱり子孫を残そうと思って、そのまま、メスの方へ寄っていったりするんです、そしてまた今度はちょっとおやわさんみたいになってイエーイって中にドーンと落とすということで、次々落とされていって、ね、しょんぼりしておるカエルを、まあ、イサさんも見てはって俺と同じやということで負けるなよとイッサが応援したるぞと言うて、まあ、もちろんイッサさんはそれを手をつけてですね、あの、まあ、痩せガエルをそのメスの上に乗せはったというわけではないんでしょうけど、そういう気持ちになってあるということなんですよね。それとね、もう一つ、まあ、もういつも、まあ、あのこの人好きな曲、あの歌があるんですけども、我と来て遊ぶ親のないすずめというのがあるんです。でこの人は、まあね、お母さんが早いことが亡くなって、でおばあちゃんに育てはって5歳さんにいじめ抜かれてですね、もう自宅にいられんようになって江戸へ掘り出されるというような人生を歩まったわけですね。でそれで、まあ、スズメの中にも、子供がおって、その子供の母親がカラスに食べられたとか何とかしてですね、今そんな時期なんですよね、道路なんかでも本当に追えないようなスズメが、まあね、この近くの道路なんかおりますと、僕なんか見てますと、そこにですね、まあ、車が来たりするんですよね、あ、光よったらあかんな、ちょっと運転手さん投げ出ってくれやというような気になることがいっぱいあるんですけども、彼も江戸時代の彼もですね、そんなスズメがおったら俺が遊んだるから一緒に遊ぼうやと、お前も寂しいし俺も寂しいやというね、そんなんで我と来て遊ぶ親のないスズメというような、こんな句もあるかと思ったら、またこんな句もあるんですよね。スズメの子底のけ底のけお馬が通るという、あ、これは聞いたことありますね。これ小林さんの句ですよ。あ、ね、あの分かりやすいでしょ。で内容はよくわからない。内容はですね、要は親のないスズメというか、保護者のおらんスズメがですね、路頭に迷って道の真ん中でね、なんかまあリサでも探しとるところに馬車が走ってきたと、なお前そこにおったら引き潰されてしまうと、殺されてしまうぞということで、そこは乗りた方がいいぞと、そんでスズメの子そこのけそこのけ大馬が通るというようなことを一生懸命彼は心の中で叫んでるわけですよね。まあ、これも弱いもんに対する気配りでしょ。こんなのがあるかと思いました。それからですね、もう一ついきましょうか。やれうつな、やれうつな、ハエが手をすり足をする、これも有名な句なんですけどね。ハエって、まあ、桜山さんあんまり近くで見たことないやろな。ありますよ。ありますか。あれ、ハエがじっとしてよう見てますとね、前の手をこうすり合わして、ね、後ろの足もすり合わせて謝ってるみたいにやってます、ね。うん、あれもなんかね、多分なんか手洗うというか、そんな清潔とかなんかやっとるんやと思うんですけどね、それをこの伊佐さんが見てるとですね、あの今あの生えて大体皮もそうですけども、反射的に全部殺してしまいますやん。あ、なるほど。ね、で伊佐さんも生えとりの、あの生えとりの、あの何ていうか、うちわみたいな小さいのがあるんですけど、あれでパンと殺そうと思ったんやけど、よう見たら自分の方に向かって何万ダムスというような感じでね、こういう手を合わせていると。そやからそれについて、やれうつなハエが手をする足をすると言ってる、勘に慕ってくれと、あれを殺さんといてくれよと、今はやっぱりそういう仏の精神でね、持ってやっとんやから、まあいろいろ不愉快なこともしようと、ご飯にたかったりしようと、帰ったら兄さんしたりしようけども、まあそれもあいつらの人生やから認めたのやないかというようなことを言うてはるわけなんですよ。なんかこれ聞くと、人間じゃなくてそれ以外の生き物に対して、まあ、弱い立場の人間に対してすごく心優しい方なんですね。そうなんですよね、面白いですよね。その他ですね、こんなもう春の句として有名なのは、いきなりなんか俳句講座みたいなって言うわけが分かってないですね。自分の体験という自分の気持ちで間違った解釈してるかも分かりませんけど、僕が好きなところを紹介してますとね、まあ、小林一茶さんの句でですね、鶏の座敷を歩くひながかなという話です。
ひながというのは春の日がなくなる。急にこの頃ですね、もう7時ぐらいは4時ごろ目が覚めたりするでしょ。まあ、そういうように春になりますと、ぐっと冬から日が長くなりますね。暮れもそうですね。そういうその日が長くなった時にですね、まあ、春になりますと、皆さん花見に出たり、何か家外出しやるってあるでしょ。その時に、まあ、この人の住んでた頃、田舎の方はですね、灰もかける習慣もないもんですから、家を開けて、みんなで、まあ、花見に行ってると。で、家の中空っぽになっていると。その空っぽの中になっている家にですね、飼うてる鶏が、昔はまあ皆さんね、まあ、外で鶏飼うてましたから、堂々と家の中を散歩しとってですね、座敷の方までね、コケコッコーって鳴いとるというようなね、のびのびやっとるというようなね、そういう情景なんです。それを小林さんは、微笑ましく見てるわけです、ね、そうですね、見てたり見た気になったりして、まあ人生こんなもんやなぁと、鶏もまあこんな存在感があるんかと、まあ、一生見てる時にいろんなことしとんやなぁというようなことがあるわけですね。まあ、こんな句がね、いっぱいあるんですよ。なんか分かりやすいですね。はい、その俳句イコール、うん、もうちょっとかなりこう、なんでしょうね、う頭の言い方じゃないと理解できないと思ってて、私は手を出したことが全くない文章だったんですけど、そうですね。なんか聞くと、すごく入り込みやすくて、親しみやすいですよね。そうですね。なんか本当にね、そういう意味で、まあ、俳句会誌の中でも独特の人やなと思うんですけども、まあ、世間の評価ではですね、これ面白いですね。俳人の評価に1に場所と、2に武尊と、3、4がなくて5が一緒という、僕の大好きな俳人が一番会には、まあ、まあ、他にもどうだろうかと思う。有名な人の中で一番会にダウンされているわけですよね。でもね、すごい3人ですから、はい、そうですね、まあもちろん梅昇さん、武尊さんはまあ立派な方なんですけども、あの人の俳句であんまり感動しないんですよ。ね、例えば古い池や水田、何でしたかね、古い。何でしたかね。川は特に川の音、まあ、何でしたか、状況わかるんです。綺麗な雰囲気はわかるんですけど、まあ、一切やったらなんで川が古い池に飛び込んどるんやなって、川の木になって俳句を読んだと思うんですけど、あくまでやっぱり人間の、まあ、視覚というんですか、墨を見ているような、ね、そんな感じの俳句が多いですよね。エリート俳人ですね。まあまあそうですね、これお二人はエリート俳人だと思いますね。一切はそうじゃなしに、もう裸になって実際ハエの目になり、トンボの気持ちになり、カエルの顔に なりながらですね、そういうような命みたいなものをストレートに読んでるなというような、まあ、そういう意味で、ね、あの放送にありました今この一茶は非常に、まあ、大事だというのもですね、今このように、まあ、ちょっと突き詰めたような世の中になっている時に、ふっと周りを見たところにですね、なんかそこに、まあ、生きがいとかですね、喜びを感じてもらえるような俳人という意味で推薦してあったようなと思うんですよね。